すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、奈良県のラーメン家系はどうなってるんだということで、こちらです。ドン。 JR 奈良駅から徒歩10分くらいのところにあります、飛鳥家系ラーメンとりこ屋さんにお邪魔してます。こちらとりこ屋さんは去年オープンのかなり新しめなお店で、家系ラーメンと鶏白湯ラーメンのいいとこ取りをした一杯がいただけるとのことで、お店の名前にアスカという奈良ポイントが入っていたので、この家系ラーメンをすすってみたいなと思ってたんで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、アスカ家系ラーメンとりこ屋さん、令和も食券制です。すするは左上の法則で飛鳥家系ラーメンの醤油、さらに最近ハマってる海苔に唐揚げとご飯がついてくるランチセットをプッシュしました。奈良県立歴史博物館のことを思いながら、鶏白湯と家系の融合はどんな飛鳥家系なのか胸躍らせながら待ってた。来ました。こちらが飛鳥家系ラーメンとりこ屋さんの飛鳥家系ラーメンの醤油です。ひょひょーい。クリーム色のまさに鶏白湯と家系の中間色のようなスープに、各種トッピングも間を貫き、ランチセットの唐揚げはどでかくて最高じゃんってことで、早速いただきます。まずは一番気になるスープを体験してみましょう。のほほー。醤油のコク、さらに豚骨といった家系らしさを感じられながらも、鶏白湯がまろやかに包み込み、角はないけど旨味がある裸足でサマーを感じたい気分です。さあ、麺を引き上げてみると、家系らしい中太短めな麺で飛鳥家系の虜になるのか。スルー、虜。粘度もあるスープをしっかりと絡め上げて、スープをより美味しく感じさせる麺。スープの塩分もそこまで強くないので、次へ次へと箸が伸びますが、家系の定番スープに浸した海苔とライスはこのスープではどうなのか。食らってみると、これもちゃんとマッチしていて、鶏白湯スープのおかげか少し上品さもあるので、これまたガンガン食らえちゃって、自己中でいこうとどんどん箸を進めたなら、チャーシューは鶏白湯寄りなのか、家系としては珍しい鶏チャーシューで、食らってみればジューシー感がほとばしり、インパルスが走ったなら、ランチセットの唐揚げにもかぶりついてみましょう。くー、こちらも相当ジューシーしていて、結局唐揚げとライスも最強の組み合わせですよ、浅草市とお伝えしたなら、唐揚げ&ライス、海苔&ラーメン、海苔&ライスと各種のカップリングを大胆に最後まで楽しんで、本日もあっという間に完食です。大変美味しくすすれました。家系館、鶏白湯館、どちらも楽しめてお得な気持ちにもなれる新感覚な一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、鶏こ屋さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。まさに家系と鶏白湯ラーメンのいいとこ取りといった感じで、コクのある醤油味であり、さらに豚骨に加え鶏白湯スープのまろやかな口当たりもあって、重すぎずバランスの取れた一杯でした。豚骨の重厚感は控えめで、上品な風味もありつつ、鶏はしっかりと主張してくるので、物足りなさは全然なくて、ほんと次が欲しくなる中毒性のあるスープでしたね。麺は濃厚まろやかスープがしっかりと絡む中太麺で、スープを引き立ててくれるナイスな麺でした。チャーシューは家系ラーメンには珍しく鶏肉を使用していて、厚切りでジューシーな食感がとても特徴的でしたね。豚と鶏を合わせた新しい家系ラーメンで、現代にも大化の改新を巻き起こせるのか、今後にも期待したいですね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、飛鳥家系ラーメンとりこ屋さん、飛鳥の新時代やとりこ。